映画ドラえもん新、のび太の宇宙開拓史は、2009年の日本のアニメ映画、藤子 F、藤尾の漫画、ドラえもんのび太の宇宙開拓史を原作とし、腰重雄が監督、新保雄一が脚本を務めた映画、ドラえもんシリーズ第29作目である。第32回日本アカデミー賞では、アニメーション作品賞優秀賞っぱなし受賞した。た、そうされた。 2009年3月20日放送のドラえもん30周年スペシャル決定。心に残るお話30で、さようならドラえもんと共に放映された映画の外伝エピソード。この話がきっかけで、バカラはディラーミンを呼び寄せることを決意する。ゲストキャラクターは以下の通り。2008年に小学館の児童誌連合企画として、荒野荒野生の動物を考えて応募する。 宇宙の仲間コンテストが行われた。DVD スペシャル版の映像特典、荒野荒野生動物図鑑で紹介されている。旧作では一気打ちのシーンは映像化されていないが、本作では映像化されている。前作、のび太と緑の巨人伝から引き続き、今作もっか詞がアニメーションの一部として組み込まれている。amazon.co.jp、映画ドラえもんシーン。 のび太の宇宙開拓士スペシャル版 DVD ドラえもん映画作品ありがとうございます